後先は、日本の小説家、長井花風の小説。銀座のカフェを舞台に、自堕落だが、たくましく生きる女給の主人公と、軽薄な男たちの様子を描いた作品である。1931年5月に脱行、夏の草という課題であった。同年の中央公論10月号に、梅雨の後先として掲載された。1956年、中村昇監督により、 映画化された。5月初め、家庭、ドン・フアンの女給、君へは、新聞にゴシップを書かれたり、何者かに嫌がらせを受けたり、といったことが続くため、駅舎に運勢を見てもらうが、答えは容量を得ない。午後3時、店に出勤した君へを、客のヤ田が待っている。ヤ田は、金回りの良い男で、君へも芝居の切符や、羽織、半襟をもらったことがある。 その晩、君家が帰るときに、八田が待ち伏せしていた。八田は君家につきまとい、結局、かぐら坂の待合で一泊する。翌朝、君家が、市ヶ谷本村町の鹿島に帰ると、愛人の清岡がやってきて、占いの結果を問いかける。実は昨年秋、清岡は、偶然見かけた、君家の跡をつけて、老人と芸者の三人が三番町の待合で夜明かし、したのを知っていた。 新聞記者に君へのゴシップを伝えたり、年下の諸岡を使って嫌がらせをしたりしていたのも、清岡だった。そうとは知らない君へは、昨夜の屋田との一家を後悔しており、その日は店を休んで清岡と過ごすことにした。清岡の内縁の妻は、夫が、芸者やカフェで遊んでばかりいるのに呆れ、別れを考えている。ある夜、君へが、カフェに出ている留守に、清岡が上がり、 帰りを待つことになる。君へはそのことを電話で知らされるが、松崎老人、八田など、指名の客が3人も店に来てしまう。なんとか切り抜けた君へは、三番町の待合に、清岡を呼んでもらうが、不快に思った清岡は帰ってしまう。代わりに、八田が待合に現れ、君へと一夜を過ごす。清岡は、内縁の妻を留学に行かせることにした。 どん不安にも行かなくなったが、なんとか、君へを懲らしめてやりたいと考えており、年下の諸岡に対して、くどくど愚痴を言う。同じ夜、君へはタクシーから振り落とされて、怪我を負い、一週間ほど店を休む。傷が治った頃、君へは偶然、かつて世話になった川島に出会う。川島は、京子の元旦那で、会社の金を使い込んで、刑務所に入っていた。 出国したばかりらしい川島は、落ちぶれた姿をしていた。君へは川島を自室に誘って酒を飲み、人へを過ごす。朝起きると、川島の姿はなく、遺書が置いてあった。人生に絶望した川島は死に場所を探していたのだった。遺書には君へ,への感謝の言葉が記されていた。遺書を読んだ彼女は、川島の姿を探すために走り出す。中村登る脚本。 監督で制作。1956年に公開された。原作よりも、銀座で女給になるまでの描写が多くなっている。団長亭、日常昭和6年5月22日。ありがとうございます。